はようございます。おはようございます。せっちょ、今どこに向かっているんですか？今ね、はい、アイネットの本社に向かってます。本社、うん、今日本社で何かあるんですか？本社でね、今日入社式があるんですよ。入社式、うん、はい。アイネットね、初の新卒の方が入社するということで。あら、めでたい。はい。めでたいけど。おっと、あいにくの。あ、なんか土砂降りだね。雨、うん。なんか噂によるとさ、はい。私雨男なんですよ。はい。今日新卒の方2人には申し訳ないけど、私の雨男っぷりがこの入社式にも影響したというような感じでしょうか。喜びの涙ですね。あ、歓喜の涙か。はい。あ、OK。じゃあね、安全運転でいきます。はい。じゃあまた後でね。はーい。ありがとうございます。自分自身がしっかり行っていきたい、自分がどうしていきたいのかなっていうのを考えながら進んでいただければいいなっていうふうに思うんですね。そしてお二方が所属するところは、デイサービスチャレンジャーというところと、それから障害 のヘルパーさんっていうところで、今訪問介護の講座さんのところで2つこう動いていくなっていうふうに思うんですね。でまず覚えるのが先なので、その新任研修も充実しておりますので、不安のないところで進んでいただければなっていうふうに思います。会社としてはうーっと期待しております。どうぞよろしくお願いします。入社事例です。グルーンさん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。入社の事例です。市販さん、どうぞよろしくお願いいたします。得意なことは何ですか？何でも、料理でも、カレーです。カレ カレーと、ね、結構スパイシーだから。スパイシー入れるんだ。あ、美味しいだろうね、本場だね。いろいろなあれ味が入れて食べる。すごい、一回食べてみたい。一緒に食べてみます。何ですか？私も料理は得意です。得意なのは知らない人でも仲良くなることも得意です。あ、知らない人と仲良くなれる、すごいね、素晴らしい。ドアップいらない。近いよ。どうぞ。近いでしょ。質問どうぞ。質問、パンはお好きですか？パンですか？はい、好きです。食べ物の食べ物フランスパン、フランスパン。何のパンが好き？トーストパン。トーストパン。トーストパン、トーストパンだ。これ、お言葉を。頑張ってください。もういいですか？はい。はい。素晴らしいです。はい、じゃあ一緒にやろう。座ってる方は腕を曲げて
はい、お疲れ様でした。お二人様お疲れ様です、はい、無事に初日のね研修が終わりましたけど、はい、じゃあグルンさん、まあ、簡単に感想などあれば一言おっしゃってみてください。はい、みんなと仲いい大丈夫だったって、みんな優しかったんです。うん、いろいろお話できました、利用者さんと。はい、いろいろ話しました。あ、名前呼びながらみんなね、うん、仲いいます。あ、ね、あの名前も呼びながらね、はい、少しずつお話できてましたもんね。はい、じゃあまあ明日はお休みで、明後日からね、またね、もう頑張ります、一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ師範さんどうでしたか初日。分かっていないこととかはいっぱい学びました。うんうん、で利用者さんにたちにも仲良くなれたと思いますが、うんうんうん、もうその以外もよく頑張りたいと思ってます。いや、もう素晴らしい、よく頑張ってましたよ。利用者さんの受けも良かったし。そうです ね映画はあの受けてもらか、受けてもらい、もらいたかったんですけど、うん、よく頑張ったなと思います。そうですね、そうです。まあ本当にお二人焦らずゆっくりとね、これからも頑張ります、ね、仲良く頑張っていきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。